エレナ・ゲオルゲは、ルーマニアの歌手。ユーロビジョン・ソング・コンテストの2009年大会に、ルーマニア代表として参加し、ザバルカン・ガールズを歌った。ゲオルゲは2003年にデビューし、代表作は、デア・ドア・等である。エレナ・ゲオルゲは、ルーマニア人とマケドニアのア・ルーマニア人のハーフとして、生まれた。司祭の家に生まれたゲオルゲは、最も大切なものは家族だと信じている。 エレナの母親、マリオアラ、マンゲオルゲは、民謡歌手である。ブカレストで生まれ育ったエレナ・ゲオルゲは、3歳の時に、母親のマリオアラ、マンゲオルゲとのデュエットで、スースインディールイン・ポエニタを歌い、音楽の業界と初めて関わりを持った。各種の音楽祭に参加を重ね、2000年にエレナは、バイアマーレで行われた、ウーサリ・チュール・でアワー音楽祭で、ホイットニー・ヒューストンの、 ワンモーメントインタイムを歌い優勝を果たした。2002年の末に、エレナ・ゲオルゲは、ユニット・マンディンガを結成し、スタジオアルバム、デコラソン、ソラル・メウの2作をリリースし、ルーマニアで、商業的に成功した歌手となった。2005年のユーロビジョン・ソング・コンテストの、ルーマニア代表を選ぶ、国内選考、ソラル・メウでは4位入賞の結果を残した。2006年2月、 マンディンガを離脱し、エレナ・ゲオルゲはソロ歌手としての道を歩み始めた。レコード会社、ロトンとの契約のもと、ソロでのデビューアルバムとなる、ボーチェ・ヤタをリリースして、ルーマニアで商業的成功を収め、エレナ・ゲオルゲの名は、ルーマニア国内では広く知られるようになっていった。2006年、ダンスのコンテストである、ダンセ・ペントリュー・チネでは、エレナは、 コルネル・オグリアンと共に参加し、決勝まで残り3位入賞を果たした。2007年3月、エレナ・ゲオルゲは前年のラジオロマーニア・アクチュアリタティに選ばれ、楽曲、ボーチェヤタは最優秀賞の候補にノミネートされた。同年8月、ルーマニアントップヒット、 ミュージックアワーズ2007において、エレナ・ゲオルゲの楽曲、オチー・タイ・カ・プレイがこの年の最優秀賞を受賞した。2008年、エレナ・ゲオルゲは、初めてのアルーマニア人民謡のアルバム、リラシア・ブリリと、ラテンポップのアルバム、テア・ドアーを、新しく契約した、レコード会社のキャット・ミュージックからリリースした。2009年1月、 ユーロビジョンソングコンテスト2009の国内選考でエレナ・ゲオルゲはザバルカン・ガールズを歌い審査員投票と電話投票によって合計で22得点を獲得し優勝を果たした。エレナ・ゲオルゲは5月にロシアのモスクワで行われる大会にルーマニア代表として参加する。ありがとうございます。